ケン、買い忘れはもうないかしら。うん、ポテチもチョコもジュースも全部入れたよ。もうあんたはいつも自分の欲しいものばっかり。サリーはもう欲しいもの入れたって、あら、サリー、ケン、サリーは、あれ、さっきまでカートに座ってたのに。サリー、サリー、どこに行ったの、サリー。うん、もしかして私たちが目を離してる隙に。かわいいお嬢ちゃん。え、私でちゃか。もちろん君だよ。これこれ、アイスクリームは好きかな。あげるからおじさんと一緒に行こうよ。うん、私の好きなソフトアイスです。へっへっへっ、じゃあ向こうで一緒に食べようね。はいです。なんてことに。や、やめてよ、まさかそんな。はい、呼びましたか。私はここにいますよ。サリー、もうどこに行ってたのよ。そうだよ、ママやお姉ちゃんから離れちゃダメでしょ。え、ごめんなさい。だって卵はどこにあるかなって聞かれたから、連れて行ってあげてただけですよ。え、どこの誰に。知らない人に声をかけられてもついて行っちゃいけませんってママいつも教えてるでしょ。そうだよサリー、ママもお姉ちゃんもサリーの姿が見えなくて探してたんだよ。もしかして誰かに連れて行かれてたらどうしようって。え、だって知らない人じゃなかったでちゅもん。あ、いたいた、あのおじちゃんでちゅよ。どこ。え、なんて悪い顔してるおじさんなのよ。あんな人ママは知らないわよ。おやおや、サリーちゃん、もしかして俺のせいでママに叱られてるのかい。そうだったらごめんよ。あなたは誰ですか。サリーちゃんなんて慣れ慣れしく呼んじゃって、うちの子に一体何をするつもりだったんですか。ちょっとちょっと、俺のこと見た目で悪いやつだと思ってる。俺は保育園の隣で野菜を作ってて、時々園にも届けてる山田って言うんだな。サリーちゃん。はいです、山田のおじちゃんは見た目と違っていい人なんですよ。そうそう、だから俺はサリーちゃんにとって知らない人じゃないんだよね。だからママもお姉ちゃんもそんなに怒らないでやってくれよ。そうだったんですね、それはすみません。まあでも俺もママを心配させるようなことをして悪かったな。今度からは店でわからないことがあったら店員さんに聞くことにするぜ。それじゃあまたな。おじちゃん、バイバイです。サリー、本当に危機感持ってるのかしら。まあだけど、知らない人についていっちゃいけないっていうの、ちっちゃい子にはなかなか難しいのかもしれないわね。そうだよね、私たち子供にとっては例えば公園や学校に行く道でよく見かける人は知らない人じゃなくて知ってる人になるもんね。その辺はもっと教え方を考えないといけないのかもね。そんなことがあったの。わかるわ、そりゃ心配よね。うちも女の子2人、それにバービーちと違って特に可愛い2人だから、それが急にいなくなったりしたらなんて考えただけで恐ろしいわ。バービーちと違っては余計よ。っていうか、心配なのは女の子のパパやママだけじゃありません。男の子だって子供を持つ親はみんないつも心配なんです。うちは子供がたくさんいるから心配も6人分です。ねえ、ビクトリア先生、子供たちが安全に安心して生活できるように安心教室っていうのを開いたらどうでしょうか。子供が安全に、そうですね、早速明日他の先生にも相談してみます。ぜひお願いします。そうだな、それはやっぱり必要かもしれないな。すぐにやってみることにしましょう。それじゃあまずは1年生からやってみるのはどうでしょうか。やっぱり小さい子供ほど危ないですから。それじゃあうちのクラスの子供たちも一緒に参加して考えてもらうことにしませんか。ええ、そうですね、
それでは今から安全教室を始めます。みんなは毎日お父さんやお母さん、おじいちゃんおばあちゃん、近所の人、先生たちに見守られているから安心して生活することができます。だけどもしそうじゃない大人があなたたちに声をかけてきた時、自分のことを自分で守れるように今からみんなでお勉強していきましょう。はーい。今から先生が知らない人になってみんなに声をかけます。その時みんなはどうするのかやってみたいと思います。それじゃあ健太先生と桜子ちゃん、どうぞ。はい、まずは私からですね。シチュエーションその1。健太先生はいつも公園で犬を散歩させているおじさんです。桜子ちゃんは公園を通るとき、よくこのおじさんを見かけます。いやあ、こんにちは。また会ったね。今日も天気がいいから、おじさん、ポチと散歩してるんだ。こんにちは。ポチもこんにちは。そうだ。ねえ、今からおじさん家に来ないか？おじさんの家には、美味しいお菓子や、新しいゲームもあるんだよ。来てくれたら、きっとポチも喜ぶと思うな。なあ、ポチ。え、お菓子？ゲーム？いいな。それにポチとも遊びたいし、行こうかな。はい、ストップ。このやりとりを見てどう思ったか、意見のある人は言ってみてください。はい、ダメよ桜子ちゃん。このおじさん、いつも公園で見かける人かもしれないけど、名前は？住んでる場所は？どんな人なのかちゃんと知ってる？そういえば顔だけで、あとは何も知りません。でしょ？私はそんな人についていってはいけないと思います。エマちゃん、その通り。この人はいつも公園で会う可愛い犬を連れた優しそうなおじさん。知らない人じゃないから大丈夫と思うかもしれません。だけどお父さんやお母さんはこの人のことを知っていますか？知らないと思います。そう、お父さんやお母さんが知らない人には絶対についていってはいけないのです。そっか、顔は知ってても名前や住んでるところを知らなかったり、パパやママが知らない人はダメなんですね。わかりました。すごく勉強になりました。それでは次、エミリー先生とランちゃんとリンちゃん、お願いします。シチュエーションその2。リンちゃんとランちゃんは外で遊んでいる子供。そこに女の人が苦しそうに声をかけてきました。ちょっとごめんね。私今お腹が痛くて痛くて、どこか病院に連れて行ってほしいんだけど。痛たたたた。それは大変。この近くに病院があります。私が連れて行ってあげる。私たちこの辺の道には詳しいしね。はい、リンちゃん、ランちゃん、私はそれもダメだと思うな。え、だってこの人とっても優しそうな、しかも女の人だよ。それに痛くて苦しんでるのに助けてあげないなんてかわいそう。ね、悪い人がみんな見た目が悪そうだとは限らないんだよ。それに悪い人は男の人とも限らないし、女の人でも悪い人はいるからね。それに大人は普通困っている時、子供に助けを求めないと思うわ。だからこういう時は誰か他の大人の人を探して呼んで、その人に助けてもらったらいいと思います。シオンちゃんとリオンちゃん、その通り。自分たちで助けようとするんじゃなくて、大人の人を呼ぶことも大切です。なるほど、わかりました。それでは次、ももこ先生とローラちゃん、お願いします。うちはやらなくても大丈夫だよ。そんなのに騙されたりしないもん。いいえ、今日は全員やってもらうんです。わかったよ。シチュエーションその3。ローラちゃんは学校帰り、若くて可愛い女の人に話しかけられました。ねえあなた、最近この辺で怪しい人がうろうろしてるんですって。知ってる？一人で帰るのは危ないから、お姉さんが一緒に帰ってあげるわ。いや、うちは大丈夫です。もしそんな奴が来たら蹴散らしてやるんだから。何言ってるの、あなたはまだ小さいんだから、そんなの無理よ。さあ、私と行きましょう。お姉さんちょっと近寄りすぎだよ。知らない人なのにそんなに近づかれたら怖いし嫌だよ。
それ以上近づいたら叫びますよ。ローラ偉いじゃん。そうだよ、家族以外の人とはお互いが手を伸ばしても届かない距離で話すのが正解。嫌がっても相手が近づいてくるようだったら力いっぱい人のいるところへ逃げたり大きな声で叫ぼう。ほらね、やっぱりうちちゃんとわかってるでしょ。そうね、その調子でこれからも気をつけてね、ローラちゃん。はーい、わかってます。それじゃあ最後に校長先生と幸子ちゃんお願いします。あの、私みたいな人を連れ去ろうとする人はきっといないと思います。いやいや、幸子ちゃんみたいなおとなしい子を狙う人も絶対いるから。そうですか、ではやってみます。シチュエーションその4。幸子ちゃんが歩いているときちんとした格好の男の人が車に乗って近づいてきました。ぷっぷー、君、幸子ちゃんだよね。はい、私のことを知ってるんですね。誰かしら？おじさんは君のお父さんと同じ会社なんだ。実はさっき君のお父さんが事故に遭って病院に運ばれたんだよ。おじさんが病院に連れて行ってあげるから急いで車に乗って。お父さんが事故に？それはきっと私のせいです。いやいや、そんなことを言ってるんじゃなくて、さあ早く車に、お父さんが危ないからね。いいえ、私が行くとお父さんは助からないかもしれません。いやいや、だからほら早く。幸子、幸子は今このおじさんのことなんか嫌だなとか車に乗るのは怖いとか思ってるんじゃないかだぜ。はい、そうです。そう感じたなら大きな声で助けてって叫んで、ローラの時と同じように人のいるところへ逃げるんだ。防犯ブザーを持ってたら鳴らすのもいいんだぞ。そうです、二人の言う通り、何を言われてもお家の人以外の車には絶対に乗ってはいけません。知らない車が近づいてきたらすぐに離れましょう。わかりました。勇気を持って声に出すんですね。助けてください。そうだぜそうだぜ、そして走って逃げるんだぜ。それじゃあもう一度おさらいをするのだ。1. パパやママが知らない人にはついていかない。 2. 知らない人に助けてと言われたら他の大人を呼ぶ。 3. パパやママや友達、先生以外の知らない人とは手を伸ばしても届かない距離で話す。 4.お家の人以外の車には絶対に乗らない。自分の名前を呼ばれると安心してしまうかもしれないけど、それにも注意してね。わかりました。こういう時はどうしたらいいのか、家族みんなで話し合うことも大切かもしれないわね。いい子のみんな、今日習ったことをしっかり覚えて気をつけて毎日元気に過ごしていこうね。勉強になったよって思ってくれた子は評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。バイバイ。